選定どっちでしょうね。これからダイスロールのようですね。さあ加藤さんはお友達に託された石火事、このマットを敷いての戦い、そして有田さんは前回に引き続き可愛いやつ持ってきています。スリーブも一緒です。ちょっと加藤さんかなり顔がこわばってますけど大丈夫でしょうか。緊張してるのかもしれませんね。まあ、なかなかこの神決定戦の、はい、まあ、この対戦部屋といいますか、これも独特な雰囲気ありますもんね。そうですね、もう対戦してるの2人だけで、あとジャッジと撮影する人で緊張感ありますよね。さあダイスロールはまずは7有田、それを8で上回ります。先行ですね、この先行は非常に大きい。うん、まずこの手札チェック非常に大事になってきます。挙手一投足が本当に大事な一戦目。さあじっくり考えていますね。加藤挑戦者です。ただ証拠の後にキープを宣言。手札を見ていきます。うん、いいですね、はい、渦巻く知識が2枚、目くらまし、にがばな、土地3というハンドを力強くキープしました。対して神有田、こちらはどのような手札になっているでしょうか。土地5、これ通電式、あ、もうこれコントロールと4一点読みしてますね。なるほどなるほど、はい、コントロールじゃなきゃあんな手札キープしません。クラウドポストなかったですよね。なかったですね、はい、かなりランドもイニシエの墳墓が2枚、魂の6つとベースパーですかね、はい、はい、あ、ここでもう墳墓で挨拶が、お、しかも初手3なる宝球ドロー、しかしキーあれみたいな、あれチャリスじゃないぞちょっと可愛いやつ、エンドさあ挑戦者加藤困惑でしょうか。おいいですね、放送ベル引きました、ね、おお素晴らしい、はい、まあ、でもこのターンは苦まな起きそうな、うん、いや、この僕の愛する苦まなが、はいはいはい、最近またレガシーで使われ出してるのが嬉しいですね。ちょっとしたリバイバルブームになりましたね、はい、そうですね。ニガバナのその今レガシーで強い部分ってどういったところになります？その単体除去がほとんど食らわず、あとエンチャントメインから破壊してくるデッキがないんですよ、はい、あのシギレイのシャーマンが落ちたことで見どころデッキがなくなって、なるほどなるほど、突然の整備が使われてないんですよね、うん、まあ、そうやって考えると環境でキラーカードが減った、そして、はい、よりその環境にマッチしたという状況なんですね。そうですね、奇跡とグリクシスにとても強いカードなので1枚で勝ちます。さあそういう意味でもこのニガバナスタートというところで、まあ、青黒のデッキの中ではもうグリクシスデルバー関連もう透けて見える感じですかね。そうですね、うん、さあ相手がちょっと苦手なところというところも見えてきましたが、ニマナランドが非常に多い。お、ここで構築物ですかね。これはデイズ食らいますね、うんうんうん、はい、ニマナランド2連続ではなくてここで鉱石の洞窟から魂の洞窟からスタートという、イニシエの墳墓2連続だとライフが減りすぎてしまうので、うんうんうん、もうニガバナだけでかなりきついというところですね、はい、いいですね、非常にいいグリクシスの望む展開になってます、うん、1ターン目デルバー出せればベストでしたが、まあ、目くらましもしっかりさせたのも、はい、カードカウント的にも大きいですね、まあ、ここで最高のブレインストームを、はいはい、味わっていきましょう。この即フェッチできるブレインストームをパーフェクトブレインストームと言います、うん、そして不毛の大地を引き当てて、引きました、ね、これはかなり手堅くなってくるか。これ魂の洞窟即割りたいカードですね。魂の洞窟は割らなくてもいい、2コスから割っていけばいいのか、そうですね、今なでるランドから割っていけば、はい、そもそも機能不全になると、はい、うんうんうん、
多分指定エルドラージか構築物かどっちかのはずなので、はい、指定はエルドラージとのことです。まあ、エルドレジはもうデッキの全貌が分かってるので、うん、あ、割りましたね、はい。まあ、そうなるともうこの不毛デッキのクロックパーミッション加減にあり倒されていきます。そして手札がひどいことになってますね。ウギンと土地だけですね。これは厳しい。プレイするカードが何もないセットランドをしながら自分の敗北を待つ形になってしまうのか。さあ、緊張の面持ちだった挑戦者加藤、このスタートは絶好と言っていいでしょう。またブレインストームかな。そうですね、うん、お、いいですね。思考囲い引きましたね。ヘッジしてからの思考囲いでこの手札がバレてしまう、はい、さあこれはもうグリクシス・デルバー側がかなり有利な、ちょっとこれは有田思考囲い即投了も見えてきますかね、はい、そうですね、あの手札を見せない方がいいかもしれませんその二重の意味で厳しいですね手札見られるのが。デイズケアしないのかっていうコメントがありましたけど、はい、あの2ターン目にガバナの時点ではまだグリクス出ればとは限らないんですよ。あのグリクスコントロールの可能性もあるので、そもそも目くらましが入ってるかどうかっていうのが確定してないわからないんですよね。はい、はい、白日の本当に手札がさらされてしまいました。さあクラウドポストベズーバー裏切り者の都という、はい、何もできんというまだ、まあ、苦手なクロック遅いのでまだ時間はあるんですよね、うん、一応、まあ、ここから叩きつけるカード次第ではというところになりますかね、はい、間に合う可能性も十分あると。3連続くらいでいいのを引ければ、うんうん、これモノリス系からエルドラージみたいな流れもあるんですかね。そうです、まずこの段難題の予見者引けるといいかなっていう。さあ土地、土地アーボグ、アーボグうん、うん、さあまあアーボグ起きそうですね。まだベズーバでコピーしたい土地もないので、うん、何コピーするんでしょう。墳墓ですかね。墳墓を指定しましたね。まあアーボグのおかげであのダメージは食らわなくなる。ダメージ食らわずに黒マナも出せるので、うん、さあゆったりとした苦花のクロックが有田を蝕みます。まあ、ここでアンコウか不問題地を追加できればかなり盤石なところですね、うん、さあ全ては塵に関しましてはメインボードではなくサイドボードに2枚含まれているという状況です。そうですね、この盤面を流せるのはメインボードだとウギン3枚だけですね、うん、現状1枚捨てられたのでここから先はやはりトップデックに頼る状態になっていますが、出ちゃいました、ね、さあ一気にクロック倍以上、ね、これ2ターンクロックですね、はい、7点あ8点9点か。しかもアンコウのいいところはウギンで流すのにもウギンがいなくなっちゃうんですよ、うん、なるほどなるほど、7なんで、はいはいはい、 X がねかなりかさむというところ、そこも噛み合ってるというか、はい、より逆境ですね、はい、アンコというカードは本当にレガシーで強いカードで、うん、はい、このパワー1の差がタシグルと明確に強さが違うんですよね、うん、いやーこれはもう何を引いても、まあ、ダメで、あ、裏モグか、裏モグなら打ち消されても一応アンコウと何かを、うんうん、まあ、ライフ、うん、これで8点くらって6ですよね、はい、まあ、まだまだ、まあ、2点42回くらってもというところですね、はい、裏モグなら打ち消されてもパーマネントは割れるので、うん、さあ有田、あ、ブレインストームで、まあ、ウィルの弾を残しながらクロック出すか考えるって言った、あ、歩も引いちゃいましたね、はい、はい、終わり終わりました
さあこの不毛の大地によって万が一にも逆転の目、そもそもカードをプレイする余地というものを奪われました、はい、何引いてもダメになっちゃいましたね。ちょっと初めて有田さんの感情がなくなるところが見られるかもと言ってましたが、ちょっとねちらっと顔を抜かれましたが完全になくなってます最後はスランダイナモ、一応プレイはしてみる、あ、いや見せない方がいいですかね。プレイしてもあんまり意味ないんですけど、あ、フラグ手札にありましたね。あ、なるほど、引いてましたね。一応望みはちょっと今計算してますね。計算してますね。次ウギントップデッキしたらいけるかを考えてますね、うんうん、さあ2点食らって、これは3 5 7、アンタップしても8 9 10 5 7、あ、10万な出ますね。2点食らって、そう、2になって裏もぐ出るんですけど、うん、ダメですね。一応あ、これをフォースオビル、はい、スランダイナモが打ち消されました、はい、ここで投了、はい、まず1本目は挑戦者加藤、素晴らしいグリクリスデルバの動き、そしてこの笑顔、はい、ようやく表情がポストカーっていう相性いいマッチなんですけどね、はい、まあ、ニコニコしちゃいますね、はい、相当友人たちにもいろんなデッキ用意してもらって戦ったようなので、はい、なるほど、うん、あ、今有田さんもでも笑顔こぼれました、ね、はい、もうグリクスか相性が悪い日っていう、もう負けるときはすっぱり負けてきますという、ね、私も先ほどしていたので、はい、さあまずはメイン戦一本挑戦者側が取りました。これ3本選手なんですが、もう一戦メインボードでの対戦があります。まあでも先行で国の杯を出せれば、うんうん、そのまま勝っちゃうので、そういう、まあね、はい、2枚コンボをしっかりと初手でキープできるかどうかというところですね、はい、加藤さん側もあの後手だとやっぱり厳しめにマリガンしなきゃいけない時があるので、うんうん、不毛の台しか石の力くらいは最低でも欲しいと思いますし、うん、先ほどの土地5枚のキープっていうのはもう長期戦になるっていうところをまずは祈ってというところなんですかね、まあ、土地を並べるマッチアップじゃないかっていう、相性がいいマッチならあれでもう勝っちゃうんですよ、あの奇跡とかグリクスコントロールなら、うん、はい、ハンデス、まあ、当落の参加とか四方声食らっても全く問題ないという歌なので、はい、もう通電式機しかないですからね、はい、でなおかつそのトップデックの受けが広い状態をその呪文ですとかそういったものの阻害なく打てるっていうところを評価したということですね、はい、ただ、まあ、相性悪いところには本当に勝てる、絶対勝てないくらいのデータなんで、まあ、ただどの道結構相性悪い相手は切ってる感じも、はい、ちょっとバクチー感はありましたね、うんうんうん、まあ、そういう意味ではああいうキープっていうところも全然許容範囲ということですね、まあ、グリクスか奇跡だろうと思いきや、うん、全然違ったとグリクス出るばな最悪の相手という状態になっています。さあかなり有田さんもこのエルドラジポスト MO で使い込み、はい、そして友人がねそのエターナルウィークエンドで使ってもいいかなぐらいなところまでは戦果をね伸ばしていたというところもありましたが、さあですがこの難敵というか強敵と判明した相手にどのように、天敵ですね、天敵か、はい、より素晴らしい適切な言葉ありましたね。天敵をどう攻略するかによってこの神の座に居座れるかどうかが決まります。本人も RPTQ でチーム戦の参加費全部返ってきて喜んでましたからね、はい、かなり現金な神になってますが、あ、素晴らしい。あ、いや、そうでしょう、そうでもないのか、不毛はあるけれど不毛じゃない土地が なかったですね。なるほど、はい、対して有田さんの方は国の杯、そして2マナ出るランドをキープ、お、ありますね。これはこれあっさり終わってしまう やつですよ。これ2ターン目難題の形式、はいはいはい、エルドラジオの寺院と、はい、イニシャイの墳墓2枚、これは必勝あ、来た来た来た、そうですね、有田さんも思わず笑みがこぼれるくらいの最高の初手ですね。さあ先ほどは最高の動きをやられた、その鬱憤も溜まっているでしょう、はい、ちょっと最高には最高で返さないとですね、やっぱり
さあここからもう相手のデッキは判明したからこそのにんまりとしたキープになりました。これは本当に意志の力がないともう手札5枚死んで負けとかになりかねない。さあ6枚の手札マリガン5のご機嫌はいかがでしょう。あいや ありますね、ありますね、ありますね、勝負強い。ただこれ土地ありますか、どうでしょう。 ありますね、土地もある上に四股囲いもあるので、うん、かなり後手でこんな初手が欲しいっていう、素晴らしい素晴らしい。帝豪シアン、そしてウィル、はい、四股囲い、これで2ターン目の難題も問題なくなった。そうですね、2ターン目の難題も四股囲いで落とせるので、おこれは絶好の、はい、面白い、最高対最高の超常現象。さあこれが杯をかわそう、それを阻むのは意志の力。はい、まずは初動はバッチリお互いキープしたいものを持っています。ただここは四股囲いから行った方がいいですね。ここちょっとねドローも多めなんで、はい、どちらに、ああデルバーから入った。さあその結果を受けて、まあでもそれでもデルバーでもまあ、うんうんうん、あのイニシアの墳墓の使用回数を減らした方がいいので。なるほど、はい、あ目くらましケアしましたね目くらましケアし、あそうですね、魂の洞窟引いたからあのカウンターをケアしながらやろうとしたら思考がこういうクラブパターンですね。なるほど、はい、この初手飛んでこなかったところからのじっくりプランがここで効いてくる。あこれはもう、あシアン、シアンからうん、これフェッチが絡むと、フェッチが絡むとデルバーの変身が確定しないので、うんうん、フェッチしてからポンダーの方が良かったかも。ちょっとこのシアンの様子はどうでしょうか。安心あるんですかね。あそうですね、フェッチ切りましたね、うん、これなら、うん、先フェッチの方が良かったと思いますね、うんうんうん、デルバーが不確定になっちゃうんで。なるほど、あんまりそこの絶対めくるっていうところを、まあ、強く押さなかったっていう形になっちゃいましたね。強く押せなかったっていう形になっちゃいましたね。かなりいい思考がこれですね。そして再びの土地3枚はい、残酷な状態に再び。しかも有田さんのデッキ現実を砕くものが入ってないので、うんうん、ここでトップデッキで逆転できるカードがそんなに多くない気がしますね。あかカーンとかですかね。カーンなら、うん、カーンだとデルバーですぐ落とされちゃうんですよね。ちょっと厳しい形ですかね。さあここで引いてきたのはウギンの目、ウギンの目ですね。残念ながらやることがない。これデルバーが反転すると大変なスピードで体力がなくなっていく、はい、6回ですね。変身しましたね。しかも最高のさあこのタイミングで一番引きたいカードでしたね。ブレインストームが、はい、持ってますね加藤さん。これ来てますね、はい、流れ来てますね。さあイニシエの墳墓もかなり使いづらくなってきた。フェッチ切ってネメシスですね。なるほど、はい、クロック追加、多分真の宿敵をプレイするだと思います、まあ、3の倍数にした方がいいので、うんうんうん、はい、稲妻も考えるとここで宿敵を出してターゲット U、 はい、本当に青がクリーチャー弱いっていうのはいつの時代だったんでしょうね。もうレガシーは青が強いんですよねクリーチャー。まあもともとそうなる素養はありましたよね、はい、飛行多かったりとかそういうところはあるんですが、ですがこのキラーポイントがしっかりと、このターンが最大のチャンスなんですけど、ドローは裏切り者の都ですね。うん、さあ土地を
並べる動きしかできないと。ここ考えないでゴーしちゃうと何もないの分かっちゃうので、うん、しっかり考えますね、はい、さあじっくり吟味、見せている手札は3枚です。いやこれで2ターンプラスアルファ、そうですね、まあ実質これでイニシエの墳墓が使いにくくなるので、うん、もっと大きい効果がありそうです。ここでプレインストーム、これも盤石の手札を目指しまして、はい、これもアンリコですよね実質実質アンリコですよね。そしてアンリコから放送ウィルが出てくるというヴィンテージと同じ動きがここで確立できました。ホスビル青いカードあります？ないんじゃないかな。あブルーカンとかない気がしますね。悩んでます。まあ稲妻あれば次のターン勝ちなので、あ、しごこい、うん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 、土地です変わりません、はい、でこれで手札が1枚ウィルだけになりましたかね。そうですね、青いカードがなかったみたいです、うん、そうすると上の2枚がそんなに強くないはずなので、うん、まだわからない。あ、お、なるほど、もうこのターンです。ウギンウギン叩き、ダメだ、難題何台だとダメですね。そうですね、これはもう全く触れない。トップはインスタントソーサーに固定だと思うんで、はい、はい、これでしっかり9点埋めました。詰めに行きましたね。ホースウィール持たずに、うん、構えれたのに攻めに。ああ、なるほど、これも結構面白い選択ですね。面白い選択ですね、はい、ただかなりスマートに今決まりましたんで、はい、これもまた一つ どうですかね。今デルバーと意志の力を持ってゴーする方が思考囲い打つよりは、まあ、でも裏もぐ読みとかだと判別しないとですよね。うん、確かに確かに、うん、だし裏もぐだと1体残る。そうですね、はい、うん、4点食らって1体残って、まあ、でも裏もぐならでももうダメ、あの宿敵を倒せないので。確かに確かに、はい、一回10点食らっても大丈夫そうですし、うん、そういう意味でも、まあ、一番早く勝てるプラン、はい、自分の意思で勝てるプランを選んだ、まあ、というか、ね、次のターンウギン以外は勝てるっていう場にしましたね、うん、まあ、ウギン自体ももう1ゲーム目で見ていたので、はい、そこのところとのトレードオフだったとは思うんですが、そしてサイドボードですね、うん、ここまでは神有田いいとこなし、はい、2ターン目の難題ですね。あのコメントにもあったんですけど、はい、もう目くらましをケアせずに難題をプレイしていたらまだ全然ゲームが違ったので、うん、多分難題の受け者が4回は殴ってたと思うので、うん、はい、そうなるとちょっと違ってましたかね、はい、さあデッキを見ていきたいと思います。まずは神のエルドラジポスト、このような構成になっております。サイドボード後もちょっと見ていきたいと思いますが、このメインからそしてサイド見てどのように入れ替えていきますかね。すべてはチリと罠の橋を追加といったところですね、うん、はい、罠の橋自体はもうクロックをもう止められない、クロックをまずは止めなければいけない、ね、というところが宿敵とかアンコ、うん、特にアンコですね、アンコが一番早いので、うん、不毛大事されながら出てくるアンコがあのグリクシス側の必勝パターンなので、まあ、それであれば罠の橋でしっかり止めなければいけない、はい、ということですね。さあ、そう、あ、有田さんエルドラで3種類入ってるんですね、はい、これは視聴者のサービスでしょサイドボードにねちょっともう、はい、エメラクもう1種類、あ、もう1種類ねまあこういったな並んだら面白いんですけど、多分エルドラジーちょっとサイドアウトしますね。コジレックが、うん、あのグリクスに弱いので、はい、抜けますし、多分エムラクールも出ないかな、うん、3種類あっても10万なので、これはもう絞って、はい、裏もぐだけでいいと思いますね、うん、しっかり最後ウギンでサーチもできるようにしてっていう、はい、そういう長期戦を見ていかないといけないってことですよね、はい、そうですね。
もうエルドラジ側としてはもう序盤のクロックを除去して除去して、はい、うん、で長引かせてウギンの名モードといったところですね、はい、まあ、そういった狙いがしっかりと入るかどうか、ただもうすでに追い詰められているというのが現レガシー神有田選手となります。続いて挑戦者加藤さんのデッキ、こちらになります。これもうメインからかなりね、はい、対策を使っているというところなんですが、効きにくいパーツは入れ替えていく形になるんでしょうかね。そうですね、苦花は抜いてもいいかなって思いますね、はい、ちょっと遅いんですよねクロックが。その中でもこのデッキに特に効きそうなパーツ、まあ、稲妻も、抜くカードはあるけど入れるカードがちょっと少ない、どうでしょう。そうですね、まあ、ほとんどない、うんうんうん、虚空の杯を割るカードは2枚とも入れます。あの錯覚と仕組まれた爆薬が入れますが、はい、うん、その例以外、まあ、神髄の針も相手のウギンとかを考えるとサイドインすると思います。なるほどなるほど、うん、ということはこの3枚の入れ替え、はい、まあ、最小限でもともと相性いい相手というところも加味して、はい、3枚の入れ替え、外科的的質が悩むところですね。あの運上の座、はい、クラウドボストを不問題地で破壊して外科的的質すると、まあ、このエルドラジポストは運上の座に、はい、あの依存したデッキなので、はい、まあ、それをなくせば、まあ、でもそれでも2マナランドが多いので、うーん、カード1枚を使ってまでやるほどじゃないかなとは思いますね、はい、もうちょっと星の上で今優勢になっているので、はい、まあ、デッキのバランス崩さないっていう考えもありますね。デッキを見るっていう意味ではちょっと入れてもいいかもしれません。まだ自分が 2-0 で勝ってるから、はい、あの余裕があるってことですね。そうですね、逆に、まあ、ちょっと入れて相手のサイドボーディング見て合わせようっていうのもまあり得るかな、うん、はい、これ3本選手っていうところが効いてますね。そういう判断もできるっていうのが、あ、失礼、マイクが違った。さあ、ということでレガシー挑戦者加藤選手のデッキこちらとなりました。さあ今2本取られているという状況です。有田神の座、この半年でしっかりと味わいました。このオープニングハンドによってはこの試合で終わってしまいますが、キープを宣言。早かったですね、いい初手でしょうか。これまでと違って、まあ、中足のアーティファクトは何枚か見えたようにも見えます。あ、モノリス、モノリス、いい初手ですね、うん、全てはチリにという形になります。土地もしっかりある裏切り者の都をいつ置くかですね、うん、対して挑戦者加藤、こちらも7枚キープ。アンコを出るバーシアン、そして不毛の大地に土地3という形、フェッチが3枚です、うん、はい、これ有田さん側が1ターン目に大底なモノリスから、うん、もう3なる補給仕掛けそうですね。あ、仕掛けますね、はい、放送ウィールあるのっていう質問を、ということはこれが通ると、はい、通りましたね。まあ、ただ裏切り者の都なので不問大事しない方がいいように思いますね、うん、どの道割れるということですよね、はい、さあ3なる放給、まずは1ターン目に登場。お、お、キーを引いていいですね、まあ、金を3マネ出して終わりそうですね、うん、でこれで誘発にスタックで2マナ都が割れるので、はい、ということですね、うん、バサルトから入ります。剣舞、ん、あれ、アンタップは確かですね、モノリスは、厳かなモノリスは呼んでアンタップなので、はい、通電式キーが必要ですね。莫大なマナが、これ3なる補給で3になっているという、はい、ところがまたミソに、まだ不毛はその時ではないですね、うん、まず自分が動かないと。さ
さあここからは相手を縛る動きは完成したので、そこから先のプランニングを立てたい、そういったカードが必要です。加藤さん2ターン目にボルカニックアイランドではなくフェッチランドを置いた方が良かったですね。アンコウの探査のために。あ、確かに確かに、この何もない時間帯に早めにクロック出したいってことですよね。そうですね、はい、相手の脅威が出る前にまずはクロックを出さないと、うん、初手からキープしたデルバー、ようやく役目に恵まれます、はい、これ我々は手札見えているので結構有田さん厳しそう、厳しそうですね。そうですね、大丈夫でしょうか。なんかいいカードが引きたい、重いカードを引かないと。さあここも土地、全てはチリニと土地2枚というハンド、尾行地での回復もあります。まあ、ただ加藤さんがクロックに2体以上並べたらもう全てをチリニ打っちゃってもいいので、まあ、そういう意味では気が楽という状態はまだ続いてますかね、はい。これでフェッチするとアンコウが4マナで出せますね、うん、はい。さあ4マナ5号でも十分強いです。まあ、これならウギンでもウギンと相打ちなので、はいはい、まあ、これは十分除去を吐かせられる、もしくは対策カードがなければゲームを決められるパワーを持っています、はい。ここで裏モグが降ってくると一気に終わっちゃうんですか。もっと強いチャリス、チャリス、チャリスを1で出すと3マナ払って X1 で出ますね、うんうん、3なる補給が出てる。ここの兼ね合いなんですが、はい、その元のコストを参照するチャリスも、2マナ 3より3未満であるコストのカードが全部3になるんですよ。あ、はい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 、だから意志の力とか目くらましであっても3マナ払わなければいけないんですよね、うんうん、ですのでチャリスはこれ、まあ、通りますね、うん、絶対通る状況です。通るということですね、はい。でも破壊されないように、あ、1で、あ、1で出しましたね、うん、はい、これで1が置けるということですね、はい。これはもうかなり有田さんのペースですね。さあ、まあここからが長いのか短いのかによっても変わってきそうですが、まずは魂の毒素を不毛の大地して手札のフォースオイルに役割を与えます。ここまで来るとポストの独壇場ですね、うん。さあ春章、これはサイドインのカードです。この何もない時間帯をうまく利用してクロックを刻んでいくと、はい、尾行地で体力回復しているのでここでようやく原点、ライフは20です。まあ、苦しいですが有田さんが身を引かなければまだちょっとエルドラージポストというその名前に騙されてるかのような静かさですね、はい。さあバサルトモノイス追加、マナ系は全部気にしないで自分がクロック出すことを考えた方がいいですね、うん。さあ挑戦者加藤としては、
まずはアンコウが欲しいですね。さあちょっとこれ虚空の杯あるんですが、ブレインストーム、あ、解決しちゃいましたね。あ、そうだそうですね、はい、はいはいはい、ちょっと誘発を指示しなかったので、はい、誘発忘れと、はい、今指摘が受けています。今現状でここで今有田さん気づいたんですけども、もう解決に入ってしまったということになります。ちょっと見てる僕らもシュッとね、はい、なかなか忘れがちなと言いますか、3マナでプレイしているのでっていうところがちょっとあるんですね、はい、さあここは誘発忘れという裁定が出ましたので、ここに関してはブレインストーム解決という形になります。これも気をつけないと忘れちゃいますね。そうですね、コントローラーが指摘しないといけないんですよね。この場合は虚空の杯を持った神、はい、有田さんの指摘がないとというところになります。さあ苦マナ引きましたが、出すと意志の力が打てない。はい、ここはキープですね。まだ我慢ですね。何か呪文に見えますね。カーンですかね。カーンに見えましたね。ただそれは意志の力で、これは打ち消さないといけません。5マナでプレイですね、うん、はい。さあこれは瞬消作戦がもしかしたら来るのか、来るのかもしれません。まだ意志の力ありますからね。まだ構えている。まあもちろん脅威のカードの方が多いはずなので、いや、マナとあと、それは消さなきゃいけないですね。マナ関連と虚空の杯と三なる宝器はもう引いても意味がないので、さあどんどん春章頑張りますが、さあどこまで、はい、苦花さあどうなることやら。完走できるんでしょうか。ゆったりとしたクロックではありますが、着実に挑戦者加藤歩を進めます。今有田さん何マナあるんですかね。もう3、6、9の11の、でもこれで尾行値3枚目です、はい、3点ゲインですね。3、6、9、もうエルトラー自体は11、12、3、14、15、16マナ、はい、簡単にそういった数値になっています、はい、お、意志の力引きましたね。おお、3枚目勝負強い。この感じではどうだ。ん、予見者にも見えたが、虚空の杯に見えましたね。ああ、それであればこれはまだ外れそうですかね。ちょっと杯に見えましたね。杯だったら3か2で出すんですけど、3か2なら消さなくても良さそうですね、うん、さあめちゃめちゃマナ出します。これは6マナ、どのぐらいいくんだ。ウギン、ウギンか。しかしそれは絶対、うお、まだ持っている、はい、意志の力の偉大さをまざまざと見せつける挑戦者。完走してしまいそうな気がしてきましたね。さあ殴れる回数、はい、体力ライフが、これはもうあと数ターンというところまで歩みを進めましたね。4、はい、これではない、これではないが、4点5点6点で3ターンクロックですね。さあ有田にとって何が起こっているか正直わからない。はい、歩行バリスタでもいいですね。確
確かに、はい、一掃できますね。いやもうなんなら X20 くらいで出せそうな。さあスランダイナモまたレンちゃん、これあと1回しかドローないですよ。ですね、まさかのまさかの完走春章が完走してしまう。そんなバカな話があるのかというのが正直なところでしょう。いやチャリス5から打ってたらシアンなど打たれ、うわはい。なんという結末、はい、まさかの有田笑うしかない。いやーここでも春章完走しました。12点は削りましたね。初めて見ましたけど、はい、こんなシチュエーション、はい、レガシーで。さあ加藤としてもちょっとね実感が湧いてないような形にも見えますが、見事に神を下しました。新たなレガシーシーン、神の誕生でございます。